はい、こんばんは、竹下敦です。今日はね、ご紹介するのは私の大好きなギタリストのランディ・ローズさん、ランドウェル・ウィリアムズ・ローズ、ランドウェル・ウィリアム・ローズ、ランディ・ローズさん、アメリカ人です。1956年12月6日生まれ、私と同じ6日生まれですね。アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス郡サンタモニカに生まれました。ランディ・ローズさんね、オジー・オズボーンバンドの初代ギタリストとして2枚のアルバムを発売してるんですが、その2枚目のアルバムですね、ブリザード・オブ・オズ、オジー・オズボーンバンドの全米ツアー中に軽飛行機の墜落事故により25歳でその生涯を終えました。大変残念ですね。当時はね、諸説あったんですが、今は正しく、ツアー中の遊覧飛行、ツアー中暇だったから飛行機に乗ってみたんですね。その飛行機の墜落事故により亡くなりました。なんと25歳です。ランディ・ローズさんに関してはね、彼の実は、現時点で正しいと思われるものは発表されてますので、おいおい紹介していきたいと思います。ランディ・ローズさん好きですね。素晴らしいギタリストだと思います。